じゃがらしいな。皆さん、YouTube 10万人突破おめでとうございます。10万人ありがとう。ありがとうございます。さあ、で、はい、え、終わり、終わり、大丈夫か、終わりですか。素晴らしい、素晴らしいでした。皆さん、今日来てもらったのは5月5日は何の日ですか。おぉ、それはもうね、子供の日、子供の日や。ルフィの誕生日、ルフィの誕生日、ルフィの誕生日。そうです。ふざけだや。そうじゃないじゃん。ゴッコクラブ1周年ですね。はい、そうです。ゴッコクラブ結成1周年ということで、皆さんにはこれまでのことを振り返ってもらおうという企画になっております。すごい、はい、じゃあまずは皆さんにこちらの動画を見ていただきます。動画、動画、はい、あ、作ったの？よ、何？やばい、や、曲もう流せに来たのや。人間やめた時とんでもねえと思って、何本作った？100本以上か。トータル何作品だろう。どうなんだろうね。作品で言ったらまあ 4,50 ぐらいいってんじゃない。すごいね、そんないったんだ。
1年だ1年だよ。皆さん余韻に浸ってもらったところで、こちらであらかじめ用意した質問があるので、そちらに答えていただきたいと思います。すごいね、こういうのをやるのがすごいよね。ゴッグラブに入って良かったこと、これちょっと順番に聞いていきたいと思います。じゃあまずカイ君から。あ、俺ですか。はい。なんだろう、数え出したらでもキリないけどな。まあ何よりやっぱみんなと出会えたことが、うわ、いやいや、でもそれはもう絶対そうじゃないですか。一番最初に出てくるのはこういう人たちに締めようって締めよう、いや質問家だってもう、まあ、みんなと出会ったことっていうのが何よりですかね。今こうやってこの、ね、1周年をこうやって迎えられるっていうのは何よりみんなの力だと思ってるんで、まあ、自分一人じゃ絶対できないことですしね。そういう意味ではみんなと出会ったことが一番良かったことですかね。一番パッと浮かんでくるのは、あ、これずるいな、これずるいよ、これずるいよ、それがね、ずるいっすよね。じゃあ次、ヒロさん。いや、マジか。でも俺もそれかもな、やっぱりな、なんも考えてなかった。まあ、考える時間を与えないために多分企画を教えてくれたからそういうことだよね。絶対そうだよ。でもやっぱ、メンバーが俺はやっぱ素敵だなと思うから。だろ、うん、早っ。いや、なんかさ、俺ドンブラ決まった時もさ、うん、おめでとうって言ってくれて、当たり前かもしんないんだけどさ、それで俺全然来れる日数減るなとか思ってたけど、いや、めっちゃ嬉しいんですけどっていう話で、それよりもなんかヒロ君がゴッグクラブに少なく参加しちゃうのが悲しいっすみたいな話をしてて、まあだってね、あのヒロ君がドンブラ決まった時に、俺と大輝君が家帰って2人で泣きそうになってたから、なんなら大輝くん泣いてたから涙が泣いてた。大輝くんがそんな人のことをそんな喜んでくれるやつらが集まったチームに入れたのも良かったし、それでむしろその来なくなるのが悲しいとかいうぐらいのとこまで自分が思われてるんだなっていうのはすごい嬉しかったから、やっぱ俺も人かな、入って良かったのはこいつらに会えたことかな。大丈夫、次、大輝くんお願いします。一番にやっぱ来るのは、俺もそう、やっぱメンバーとか、まあ、ゴッグクラブと携わる人、まあ、あと見てくれてる人、まあ、ゴッグクラブに出会った人たちにはそれ感謝もしてるし、すごいやってよかったなって思うのもあるし、まあ、あと一番最初にゴッグクラブができる前にサトシにこういうのやりたいっつって、まあ、それが今実現してるのが、でこの最高のメンバーと一緒にこうやって実現してるのは、まあまだまだだけど好きなことやれてるっていうのが一番か楽しく、好きなことやれてるよな。よかった。いや、龍馬くんお願いします。だよね。ラちょっとそうだね。龍馬くんボケてもいいよ、別に。あのボケ なさすぎたらそうだね。ああこれな、今日ここでパスンってきて次こうなって語尾だけ拾ってかなかなおもろいおもろいめっちゃおもろい。いやー、わからん。いや、普通に楽しいからそれって感じ、うん、もうメンバーはそりゃそうだから別に。そうなの、うん、でも多分俺この機会じゃないともうこんなこと言うことない、言わないんですよ、ね、だから言っとこうと思って。じゃあ最後にサトシさんお願いします。まあゴッグクラブに入ってよかったことっていう言われてるけど、作ったの俺だから、作ってよかったことね。まあやっぱみんなが、まあ、さっきおのおの言ってたけど、自分の楽しいって思えてるっていうか、まあ大体やっぱフォロワー増えていくにつれそのやることも増えていくから、まあ、特にね、みんなそれぞれ仕事はあっただろうし、まあ、ヒロ君なんか今真っ最中で忙しいと思うんだけど、それがね、楽しい、こう居心地のいい場所に1年経っても、まあ、そういう場所を作れてることに対してメンバーもそうだけどスタッフもそうだし、見てくれてる人全員含めて作ってよかったなの一言に尽きるかな。いや、めっちゃその空間は思う。ちょっと俺、まあ、なんか撮影があるじゃん、ドンブラの、はいはいはい、で、この日開くじゃん、はいはい、とか、現場早く終わるじゃん、はいはい、ここ来て俺、スタッフやってるんだよぐらい楽しいから。確かにね、確かにね、楽しいから、うん、演技指導とか来てくれるしね、一緒にいたい、とりあえず
ぐらいレアだねレアだねこれやったわやったねだそうだこう言ってもらえる環境にしたのが良かったなって思います。ありがとうございます。はい、天才。もう一つ質問させてください。はい、もう一個続きましてこちら。あーこれ人に僕をクラブで大変だった時期。あーこれはもう撮影中でももうプライベートのことでも。うわ、むずむずいなむずいな。何が大変これ人によってばらけそうだな。ばらけますね。ちょっと順番ひねってそれさじ加減の公共公共チョイスな権限が公共チョイスってことね。ゴッコジュニアのね。じゃあゆうまくん。おっおここで最初に師匠を当てないのは優しさ考える時間ありますね。仕組んだな。いやでもやっぱ今な気がすんだよな。確かに。あなるほどね。だってどん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 さでかくなるにつれてやっぱやることも増えるし俺今だ今かな。なるほど。てかまあ多分この先更新されてどんどん忙しくなって大変になっていくと、うん、って感じ。はい、大輝くん。おはい、そうだな大変だった時期ないかな俺も、あー、やめとこ。危ない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 。順番制度ってしましょう。ないかなっていうのは、これからもっと大変になるんだろうなっていう意味でない。あの今、まああったけど、多分もっとしんどい時は来るだろうから。みんな心構え、イケメンだな。今後先をもう過去を振り返らない。振り返らない。今日振り返る回ですからね。あ、そうか、一応ね。振り返った上でよ。あ、振り返ってやっぱこう、ずっとごっこクラブってこう進み続けてるから、うん、まあ俺も立ち止まりたくはないし、このメンバーでこうもっと楽しいことやりたいから、今後もっときついことが来るんだろうなって思ってますね。です。はい、です。ありがとうございます。じゃあ、ヒロさん。言っちゃったけど言ってたね。俺も別にないかな。なんかなんて言ったらいいんだろうな。好きでやってるから、ね、そういうことなんよね。好きでやってるから大変でもなんかしんどくはないから、うん、嫌じゃないから、その大変も別に大変っていうマイナスのあれじゃないんだよな。たくさん好きなことやってるっていう。まあでもあれかも、自分の書いた脚本とかがやっぱりめっちゃ演者さんがちゃんとやってくれて、監督めっちゃカメラめっちゃやってくれてやってくれてんのに、思いのほかうまくいかなかった時とかは本当にごめんと思う。その時期が大変。いや、ところがそれはね、本当にヒロ君じゃないんだよな。まあいろんな掛け合わせあるから、脚本が悪かったから数字が悪かったとかもないし、ね、めちゃくちゃ思うのよ。こんだけいいことやってくれてんのに、どうなってくるともう設計図が悪いんだよ、最初の。いや本当申し訳ないと思う。どうなんだろうな。そういう時期が一番大変。でもそういうことを言うと、あの俺とヒロ君以外の人が脚本書くとだいぶ責任感重くなります。いや、だいぶそんなおもろいからみんなのやつ。自分に厳しく他人に優しくだ。じゃあ次、リュウマくん。あ、じゃあ何だ言うの。おもろい。おもろい。おい、ジュニアしっかりせ。シンプル間違いしてる。ジュニアしっかりせ。俺でいいのね。はい、そうですね、大変だった時期、撮影単体で言ったら、あ、レモネードが一番最初に出てくるかなってのありますね。確かに。今日、まあ、あの1日目撮影して、撮られたわ。撮影だけだから、今撮影だけ、撮影だけで言ったらレモネードかな。まあそうですね、1日目撮影して、追撮で2日目みたいな、大掛かりな五穀ラの作品で言ったらレモネードですかね。まああと、まあ大変だったらいろんな意味で大変でしたけど、1日目台風だもんね。海で倒れるしけ、大しけの。俺いまだに覚えてるよ、現場入った瞬間、うわ海綺麗だ、撮ろうってカメラ構えた瞬間にもう真っ暗だよ。前に前にゴミ飛び散ってんだよ。ロケ入った時はめちゃくちゃいい天気、めちゃくちゃ晴れです。めちゃめちゃ良かった。行くまでの道中に2回入ってるから、車酔いして、止めて止めて、ガラ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 って、マジで。まあでもその時主役だからね、一番ね。だから最初のシーンのレモンドもらって、美味しいってみなみなで喋ってる時、もうこの動画で顔面パーク見てください。レモネードが染みた染みた。うまかった、あれは。美味しかったです。そんなもんです、そんなもんです。じゃあ早くなっちゃう。最後、サトシさんお願いします。いやー、全部言われちゃったよ。いやでも、もっと一番は
何初動じゃないですか。確かにあれは審査やったもんね。連続と連続映画祭の映画祭のもああそうだね。やっぱ初期だね。あ、まあでもあれね、今となっちゃ楽しかったんだよね。そうなんだね、結局ね、うん、楽しいが勝つからね、うん、いやでもね、初めて、まあこれは撮影の話なんだけど、レモネードは俺初めて編集してて家で発狂したのがレモネードいや、2画面だから、うん、あれ上と下のセリフがこう被らせちゃったらいけないし、はいはいはい、そうそうそう、上寄りで下引きで、そうだね、いや本当に発狂ってしたことないでしょ多分ないかな、多分ないないと思う、ないよ、多分ないんだと思う、うん、家で本当にたった一人でパソコンに向かってってやってたっていうね、1週間を過ごしました。しかもちょうど連続投稿の時だったから、連続投稿の最後の4日間がレモネードだから、そうなんだ。だからレモネード終わった後しばらく編集したくない病にかかってたああなるほどね。そんぐらい大変だった。あれはきついわな。お返しします、お返しします。ジュニアからアドリブ行かせてください。おなにマジかお前マジ、はいはい、なんだ。個人ずつじゃなくていいので、今まで撮ってきた中で面白かったこと、もう人でもいいです、面白かったことをちょっと教えてほしいです。一番面白かったどういうこと、面白かった、何で何で、もう何でもいいです、その人でも、そのはいはいはい、あります、はい、何うまそう、うまそう、シンプルうまそう、シンプルシンプルシンプルうまそう、それちょっと身内ネタや、懐かしい、シンプル、いや身内ネタって言ってるけど、これはね、あのメイキングで、あ、メイキングであるので、あ、そっか、探してみてください、どっかにあるよね、ある、なんだよ、ありますよ、あ、多分ここら辺にあの動画のサムネがあるから、仕事増やした、仕事増やした、シンプルうまそうか、なるほどね、シンプルうまそうは結構笑ったかな。え、俺なんだろう、たの、え、なんていうか面白かったことか、まあ、でもやっぱ NG がやっぱ出てくるな、いろいろ、あ、NG じゃない、ケッチャップもやばいよ、ケッチャップね、ケッチャップね、ケッチャップね、ケッチャップはあのごっこ監督の TikTok アカウントで NG シーン出てるんでよかったら見てください。サムネはご覧な、ニヤつく、編集者がニヤつく、何も言わない、嫌なことでもいい、全然大丈夫です、なんかさ、言っていい、うわ、俺さ、11月舞台3つあったからさ、去年、あ、その前後で来れなかったの、10月、11月とか、はいはい、そしたら撮影やってんじゃんなんか次俺が撮影参加したらさ、その時の楽しかったことで盛り上がってんのよ、なんだお前、俺が踊ってたら楽しかすんなよあれほんま嫌やねんけど、やってほしい、やくねんけどあ、それ本当に嫌だったんだ最近もずっと言ってる、たまに来たらなんかあれがみたいな、あ、そうお前は嫉妬するわと思ってたっつってロケハンも楽しかったな、それやめよ言ってへんのロケハン、俺でもなんだろうね、ヒロ君いない時に面白いこと起きるんだよねなんだそれもって言われたやってんな、なんかあれなんだよな、ほんとしょうもない瞬間とかだからね、覚えてないけど、一時で不意におもろいからな、皆さん、5月5日でゴッコクラブは1周年、すぐ出るね、これ投稿するときはあの5月5日なんですよ、はい、あ、そうなの、で、まあ1周年ということで、で、YouTube も10万人ということで、我々は楽しく、やっていこうかなと思いますんではい、これからも応援の方どうぞよろしく、以上、ゴッコクラブでした知ってたよ、聞こえた俺ここで切れだったよ今あ、すいません、ピンマイクついてないです